先月31日発売の写真週刊誌フライデーで近影を激写された女優の伊藤美咲が不自然なほど美しすぎると話題になっている。生年月日1977年5月26日、38歳、出生地福島県いわき市、身長171センチメートル、血液型 A 型、職業女優、ジャンル映画テレビドラマ CM、 活動期間2000年2010年2014年、2009年平成21年11月18日大手パチンコ機器メーカー京楽産業社長の榎本義則と入籍。2010年平成22年3月15日には公式ウェブサイト上で妊娠6ヶ月であることを発表した。同年6月27日に第1子長女を出産。その後子育てのため当面の間芸能活動を休止。2011年平成23年7月27日、所属事務所が行った東日本大震災の復興支援ファン合同チャリティーイベントメッセージ2011に出演し、久々に公の場に登場した。2014年平成26年5月13日、芸能活動を再開することを発表。公式ブログをスタートさせた。2015年平成27年3月4日、第2子妊娠を発表。6月23日、第二子男児、長男を出産。その後は、育児のため芸能活動をセーブしているが、その美貌はいささかも衰えず。同氏は、先月中旬、4歳になる長女と、コンビニで買い物する伊藤をキャッチ。マスクを取り外して微笑む彼女のアップ写真を、デカデカと2ページにわたって掲載している。ただ、不可解なのは、スレンダーな伊藤の全身写真はなく、同じような顔写真を、2枚も掲載している点だ。しかもメイクはこれでもかというほどバッチリ。これにはライバル誌の編集者もアップ写真を撮っているのだから全身写真も確実に撮っているはず。フライデーさんなら掲載してもおかしくないのですが。しかも写真の彼女は入念にメイクをしている。撮り直ししたのではと疑いたくもなりますよと首をかしげる。撮り直しとは、カメラマンが撮った写真があまりにもやばすぎた場合、所属事務所と話し合い、その写真をお蔵入りする代わりに、デキレースでもう一度写真を撮り直すことを言う。よほどのことがない限り、イケイケのフライデーが折れることはないと思いますが。ただ、子連れて買い物していたのに、子供の姿が一切写っていないところを見ると、伊藤美咲さん側から、子供の写真は載せないで、と要請があったのかもしれません。なぜここまで疑うかというと、実は伊藤は撮り直しの常連だからだ。週刊誌記者が明らかす。実は結婚前に彼女はある男性とのツーショットを撮り直ししているんです。理由は撮られた場所が彼女のイメージを著しく低下させる場所だったため。撮り直しされた写真はまるでドラマのワンシーンのようでした。笑い。逆を言えばこの時彼女はやばい、写真を撮られても、週刊誌には撮り直しという裏テクがあると学習したはずです。あまりにも美しすぎるがゆえに。これからも注目を浴びそうですね。